ヤン・ファンデン・ヘッケはフランドルの画家。名前はヨハネスもしくはジョバン・ニアンド・バン・フック、バン・ホーク、ベン・ハフック等と表記されることもある。ヤン・ファンデン・ヘッケは1611年にアントウェルペンで生まれた。画家であったガスパール・ファンデン・ヘッケの下で修行した後、ピーテル・パウル・ルーベンスの工房に入る。彼の兄のロベルト・ファンデン、ヘッケも画家である。 彼とその父親は1635年にフェルディナント三世に捧げられたアーチの装飾で知られていた。この中でヤンはトラインファルエントランス・オブ・カーディナル・プリンス、フェルディナンド・オブ・スペインを手掛けたが、この作品は現在ウヒチ美術館に所蔵されている。彼はフェルディナント三世の命で1637年以降にオーストリアのポヘミテツに向かい、以後約10年間をそこで過ごす。 彼は、フェルディナント三世の兄弟レオポルト・ビル・ヘルムの肖像画も描いている。他には、宗教画や偶意画が残っている。これ以前に、ローマに滞在していたこともあった。彼の作品、悪徳と美徳に挟まれたヘラクレスは、ルーベンスと、ルーベンスの弟子であった、アンソニー・バンダイクの影響が見られる。以降、近現代に至るまでの間、死であるルーベンスによる作品と考えられていた。 作品が、研究が進むことによって、現在では、ヤンファンデンヘッケ作となっているものもある。ありがとうございます。